こんにちは、速稼塾の久保です。なんか最低時給平均を1000円にしようみたいな動きがあるみたいですけども、まあ、これについてね、多くの時給で働く方にちょっとね勇気を持っていただきたいなと思うんですよ。というのが、時給1000円ぐらいの働きはできるよ私たち俺たちみたいな気持ちで挑んでいただきたいかなと思うんですよ。で、実際これから労働力ってどんどん実は少なくなるんですよね。少子高齢化っていうじゃないですか。私の計算だと今40歳以上の方が何人いるかちょっとバッと出てきませんけども、40歳以上の方の 40% 4割と39歳以下の方の全員の人数、これが大体バランスしてるんですよね。ということはどういうことかっていうとですね、これから10年経つと若い労働人口っていうのは極端に少なくなるんですよ。ということは飲食店ですとか、それからね、他の店舗でもいいですよ、不動産事業もそうですけども、もう人が全然いないんですよ。1000円どころじゃなくて2000円で時給募集しても人があんまり来ないって状況が来るかもしれません。ファーストフードとかもそうですけども、すでにね300円500円でランチが取れる時代は終わって、これからはランチ1500円ランチ2000円みたいなのが当たり前のようになってくるんではないかなと思います。だってそのぐらいいただかないと従業員に給料払えないんですよ。その頃の従業員の給料はおそらく時給1500円とか2000円になってるんじゃないですか。じゃないと働く人って集まんないんですよ。ということでね、少子高齢化が皮肉にもインフレ率を上げていくんではないかなと私は思うんですよね。まあ、ですんで、その入り口として今時給1000円をもしね労働者として要求できるようだったら、自信ないな、時給900円ぐらいが適当なんだけどなと思わずに、1000円でも1500円でももらえるぐらいの仕事が自分はできる希少価値がある人間なんだというふうに自信を持ってね働いてもいいんじゃないかなと思います。実際人材募集してもなかなか難しいですよ、生産性をきっちり上げる人募集っていうのは。まあ、ですんでね、ロボット化とか AI 化も進むと思いますけども、やっぱり人と話したい、人と関わりたいという欲求は人間である以上ずっとなくならないと思うんですよ。まあ、ですんで、あらゆる場所でね人が働くっていうのは求められると思いますし、これから AI 化とかロボット化が進めば進むほど、あ、人と対話したいなと、人に迎えられたいなっていう、そういった欲求を満たせるところってものすごくね貴重になると思うんですよ。じゃあ実際の人が働いてますよっていうところは、多分ね、ものすごく入場料とか、商品やサービスの価格って高くて当たり前になると思うんですよ。でも一方ではコストのかからないロボットの働くところ、自動化のところっていうのはものすごく安くサービスが受けれるんじゃないかなっていうことで思いますね。で、支持されるのはどちらかというと、やっぱり普段はね機械相手でもいいけども、大事な時って人相手っていうのはなるんじゃないかなと思いますけどね。例えばバーがあるじゃないですか。バーでこうねグラスを傾けてブランデーとか飲んでる時にマスターと話してるからいいわけでしょ。居酒屋行ってもそこのおかみとね、なんかこう話しながら飲むから美味しいわけじゃないですか。あれがね、無反応なオートメーションロボットだったら、お酒ってどうなんですかね。まあそれは美味しいって方もいると思いますけども、宅飲みとかがね、一人飲みとかが主流になってくれば、いや私はねやっぱりなくならないと思うんですよね。まあ、ですんでこれからは生身の人間が働く場所っていうのはどんどん貴重さを増していくと思うんで、時給1000円どころかね2000円ぐらいもらえる未来に向かってるんだなと考えてもいいんじゃないかなと思いますけど、皆さんお考えどうですかね。私は必ずしも時給1000円自民党が言い出したからって言って変な話じゃなくって、そんなこと言わなくても現実そうなっていくんじゃないかなというふうに考えてるんですけどね。どうなっちゃうんでしょうね。まあ未来のことは分かりませんよね。とりあえず総務省接待問題なんとかしろと、菅政権なんとかしろということで今日は締めさせていただきます。ありがとうございました。